びの目のようですね。この辺りの顔の部分とかあります。まあ第1号ですからね、そんなに大きな箇所を作っていくことはないと思いますが、まあパーツ的に見たらこんなバラバラとなったものですね。目だけじゃねえか、頭あたりもできんのかな、ちょっとよくわかりませんが、とりあえず実際作ってみます。蓋をまた開けちゃいますよ、開けちゃいますよ。あー、出てきてないパターンだよ。この手のやつで開けた感じが出てる。いくぞ、ほら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 、あー硬い、グワーッハサミだね。やっぱハサミってすごいな、ロボットもすごいけどハサミもすごいな。っていうか音入ってねえんじゃねえか、いい。あれ、ハサミがすごいんです。まあ20分だなってるな。あ、でも結構これ高いんだからな、丁寧にやったのと見たいねんな。やべ、こっちか、こっちか。この一個一個のパーツがいっていくらしてんだろう。取り出せない。よし、では説明書見ながらね、ざっくり作っていきますか。多分簡単なはずです。まず1、黒目の表面に離れている黒いビニールテープを剥がす。まあこんなのですね、普通に。まあ携帯とかによくね、傷カバーについてたものを剥がすだけですよ。二つ剥がしちゃっていいのかな、きっとね。よいしょ。いやー、これ読んなきゃダメかな。久々にカメラいじるからずっと分かんなくなっちゃったな。ズームイン。はい、ピン撮るの難しそうだろうな、固定カメラだとな。まあこんなもんですわ。はい、1、これを剥がす。ビヨーン、これでもう1個で終わりです。1個で終わりです。簡単ですね。次はテープを2枚用意し、テープ入ってんのか、これテープ入ってんの、引け引け引け、引かなきゃ分かんないでしょ、引け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 、はい、いた、ありましたね。なんと頭の中に入ってました。出た、これ2枚入ってるような、しっかり開けてみましょう。ビロン、おい出てこい。意外とね、細かい作業。よいしょ。でテープの裏センチほど合わせて黒目の側面に貼っていく。これ結構難易度高いですね。つまりね、これをこう巻いていくようですね。わかりますかね。ではこれまた指紋ついちゃうんだよな、こういうの本当に下手くそだと。ズームアップしますか。
スマインこのサイズ結構スーパーの袋開かないみたいな感じ、やだなと。来た、剥がしの、うわ、しまった、見えてない。剥がしたら、上下関係ねえけど、とりあえず縁をぴっちり合わせるようですよ。難しいけど、オートフォーカス頑張れ。うい、あ、しまった。大丈夫か。あー、ちょっと歪んだかな。このぐらいでもダメ。ロビ君難しいね。危ない危ない危ない多少芝があってもいいみたいですね。なかなか。あ、でもこれ最後ダメだな。ちょっとここはまずいね。ちょっとここだけ離して、しっかりつけますか。いや難しい。簡単に見えて細かい作業ですなこれ。いいんじゃない？これでシワのできた部分。あー、これフォーカス来ねえか。外側に伸ばそう。こんなのね、できない方がおかしいんですよ、シワなんて。まったく人間いつかみんなシワができるんですけどね。はじめからシワ入れといても一緒でしょ。はい、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 はい。じゃあもう一個いきますか。これきついね。結構パーツをくっつけてからもいいんですけど、こういうのりとかのくっつけのシールは苦手ですね。けどいいかな。うん、いいんじゃないですか。悪くない。ははまあシワできましたけどね。外側逃がして、しかしこれ一体何のためのシールなんでしょうね。シワが非常に気
仕方ありませんわ。はい、2つ貼り終えました。そしたら白目に黒目を差し込む。これがね、どうやら黒目と呼ばれてるようなものですね。これですね。これ髪落ちちゃう。よいしょ、うん、あ、表裏がありますね。一応どうやら小やつをドッキングしたら完成のようです。だから目を下向きにしてドッキング、これをギュギュッと下に押し込んだら完成。うい、で2個、これをですね、一応。いやー、フォーカスくん難しいね。頑張って。うん、これでおしまい。いやー、どうやら私逆だったようですね、これ。私説明書を読むのが嫌いなんで、ね、とりあえずやってみる派なんですよね。はい、感覚で物を作ろうとするのは良くないってことが第1号で私分かりました。はい、2個できました。今日はね、ここまでのようですね。はい、たった2個、目玉かな。はい、以上になります。じゃあまた第2号お楽しみに。ちょっと弾いてみますか、この汚い机の周りを見て。ではさよなら。どっちに向かって振ったらいいのかな。こっちかな。いや、バイバイ。